尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。尾形健太郎です。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージ、思わず笑ってしまうエピソードなどが満載、笑いと教養のど真ん中、そんな1時間をお届けします。そしてアシスタントはこの方、松木里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ちょっと思うことがあって。何ですか？ちょっと真面目な話をしようと思うねんけど、はい、なんかこういろんな残念な事件とか、この間もまあ選挙があったりとかして、まあ、こういう人が当選するんだなとかね、まあ、いろいろ思う中で、こうね、社会がどんどん良くなっていってるんじゃないんじゃないかっていう人が結構いたりとか、不安な世の中になったねとかさ、はい、めっちゃ言う人がいて、その時にこう外に出てるコンテンツ、ネットとかその SNS とか、そういうものがあんまりこう人の役に立ってないコンテンツとかも多いんじゃないと、時間つぶしだったり、なんか逆に攻撃的になっちゃったりとか、そういうのとかが結構問題なんじゃないのって話をしてる時があって、すごいそれを考えてたの。でちょうどボイシーがちょっと前に資金調達のニュースリリース出した時に、もうねやろうって決めたのが、社会を豊かにする情報を届けようって、っていうのをすごい思ったのね。で、あんまりその豊かになってない情報がたくさん出てるんじゃないかなと思って、でなんか見ててもさ、まあ、暇は潰れるだけとか、なんかちょっとこうストレス発散するけど、はいはいはい、もうちょっと賢くなったりとか、心が温かくなったりとか、あ、そんな視野でもいいんだなとかって思えるものって増やしたいなって思ってたわけ、で、まあ、会社としても言ったんやけど、この番組結構役立ってると思うねん。このラジオ。そう。ね、本当に私もそばで聞いててずっと勉強なってます、本当に。だからなんかこうどう思ってほしいかなっていうのをすごい考えてて、この番組聞いてちょっと前に一歩進めましたとか、ちょっとこう成長したとか、視野が広がったとか、まあ、日々の元気になってるとか、そういう風になったらいいなと思って。なんかこうそう思ってもらうにはどうしようとか、いろいろねちょっと考えてたの。なるほど、でもよく考えたら、道に迷えばおもろい方へって言って、なんか初めの頃とりあえず爆笑できるようなおもろい番組作ろうかなとか思ってたりとかして、松木が四六時中笑ってるような番組にしようとか思ってたよね、でも意外とさ、ゲストさん来るとさ、あーってなるじゃん。気になりますね。なんかね、今バランス悩んでる。ああ、このラジオ番組の。そう。どういうバランスで、あんまり真面目にするとさ、ちょっとくだらない話もちょっとできにくくなるかなと思いつつ、でリスナーさんにもっとこういうとこの、このコーナー好きとか、なんかこういう話してほしいとか、この間のこの話よかったとか、やっぱ言ってほしいなと思ったし、あと俺らでもどう楽しんでいこうかなと。でもこの間 DM で、それこそなんかこの最初のオープニング の、この思わず笑ってしまうエピソードが満載、笑いと教のど真ん中っていうこのフレーズ入れたじゃないですか、それ入れたもうその日からあの DM で来ました。あ、そのキャッチフレーズめちゃめちゃいいですねみたいな。マジでまた松木だけの DM 来たの？そう、個人的にいつも俺部外者やん、男性の方が送ってくださって、私のインスタグラムの DM に、なんかそうパッてやっぱ分かりやすいワードがあると、そっからなんか聞き入りやすいですとか、なんかマジでちゃんと来たんですよ。おー、すごい。やっぱ改善することってやっぱ伝わってるから、ちゃんとしなきゃなって私はごめんなさいひっそり思ってました。言えよ。今初めて言ったんですけど、一応 LINE も繋がってるから送れるはずやで。そうだね、スクショすればよかった。ほんまや、ね、教えて。本当よ。でもそうやね、笑いと教養のど真ん中にしたいなと思った時に、ちょっと学びになったりとか教養になるのに笑いって何？でも結構その10の質問のところで、そのあ、そういう回答来るんだみたいなとかが結構笑いになったりとかするんで、あるあるある、本当にバランスはめちゃめちゃいいバランスだと思うんですけどね。俺ね、この間佐久間さんのね、第1回のゲストの佐久間さんのラジオ番組とか聞いてたら、一人トークで一人で喋って一人でゲラ笑いしてるわけ、天才やなと思ってなんか、ね、しかもこんなことあってさ、ハッハッハッみたいな感じなんよ、できんわと思って
なんかあれはすごいよね、うん、天才の域やなと。天才ですね。でなんかこうくだらない話をして笑う以外にもいろんな笑いがあると思うんで、はい、やっていきたいとは思うんですが、うん、ちょっと笑い勉強していきたいなと思って。おー、若田さんね、もう本当に日頃からね結構お笑い大好きなね方ですから、ね、うん、結構難しいですね。だからその MC のこの固い質問の人、そうね、ボケたいしちょっといじりたいじゃない。でもさ、こんなねバーバルさんとかみたいに恐る恐るのさ告白メールで来てもらってる時にさちょいちょいいじるのめちゃめちゃ難しいやんか。それで言うと、うん、西野さんの時めちゃめちゃいじられてますもんね。そう気持ちよさそうやったもん、もここぞとばかりに。西野さんも今日何って言ってたもんね。今回はね引き続きあのそうなんですよ、ゲストに M フローそしてアーティストのバーバルさんにお越しいただくんですけれども、うん、はい、まあ、引き続きいろんなターニングポイントだったりお話を伺いたいと思います。はい、それでは緒方健太郎の道に迷えばもろい方へ、最後までお付き合いください。 AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。ではバーバルさんをお迎えする前にここでメールを紹介したいと思います。ここでメールのコーナー、リスナーネーム朝さん。朝さんありがとうございます。ありがとうございます。来週息子と釣りに行きます。お、僕は釣り歴15年で息子にもハマってほしいです。どのようなことを気をつければハマってくれると思いますか。あとお二人は親の影響で好きなものってありますか。あー、面白い質問。いいね。え、どうですか、釣り好き。いや、したことないです釣り。なし。人生で一度もなくて、してみたいですね、うん、でも。なるほどな、うん、それはでもそんなん言ったらさ、マツケ連れてくよってやつめっちゃいそうやけどね。本当ですか。釣り好きなんですか、太田さん。嫌いです。え、今の流れめっちゃ好きだから行こうよみたいな感じやん。どう考えても誘ってないやん。そっか。まず、うん、俺がどうしても釣りがなかなか難しいのが、うん、1個目があの針にさ、うねうねの虫つけるのがさ、あ、そっか、めちゃめちゃ気持ち悪いわけよ。とか、あとちょっと小エビつけたりとかするわけで、生臭いわけ。俺鼻がめちゃめちゃ強くて生臭い系がねとっても残念な感じなの。あ、そうなんだ。っていうのと、なんかさ、俺サッカーとかやってたわけやけど、はい、ボールは取りに行く人なんですよ。おー、ずっと座って向こう来るの待ってんのとかめっちゃ辛いね。へー。なんかそれやったらなんかこう網とか森とか持ってこう海の中潜って取りに行く方がいいけど、うん、あの待ってるっていうのがね無理なんだ。性に合ってへんねんな。え、どうですか、じゃあ尾形さんがめちゃめちゃ好きなそれこそ漫画とか、うん、ハマってることをどう気をつければハマってくれるようになる。子供がね、はい、でもこれこの間さ深井さんの回で深井さんが来たのことはすごいいいなと思って、うん、その子供が勉強しない時にどうしたらいいですかで、うん、やっぱ親が楽しそうにしてたら子供もやるよねとか、親が頑張ればやるよねっていうところで、もう楽しそうにしてる人が目の前にいても、うん、やりたくないんやったらもう相当向いてないと思うね。うん、確かに。なのでもうめちゃくちゃ楽しそうなの見せて、いつか好きになるんちゃうで影響するけどな。そっか、でも釣り楽しすぎてしゃあないみたいな感じで見せつけて、うん、そうそうそう、待ってくれたらいいなぐらいで、うん、だしさ、その自分が親になった時に、うん、昔から流行ってる面白いものあるけど、うん、今の新しい子には新しい面白いものがあるチャンスがあるわけやんか。そっか、親としては知らないじゃない。はい、それを得るきっかけをちょっと減らすかもしれないから、あ、まあね、それがまあもちろんゲームとか、うん、なんかこうメタバースの世界なのかもしれないけど、なんだかその時の楽しみ方に一個きっかけとして与えてもいいけど、うん、なんか親の世代の昭和のことをずっとこう押し付けて楽しませるとまたちょっと違うかもしれんよね、はい、言ったら俺らの世代でさ、一生懸命ずっと親に教えられたからっつって、なんかあのコマ投げてさ、うん、なんかこうカルタとかやってたらさ、ちょっと親の影響強すぎじゃないってなる。確かに。そうですよね。え、逆に親からこうハマらせられたものってありますか、尾形さんは。俺はね、習い事を結構やってたんよ、うん、小学校に。いっぱい習わせてもらえたんですね。そうそうそう、うん、で親父が日本拳法って格闘技をやっていて、はい、でそれをなんか教える立場で親父がスクールみたいなのやってたから、うん、それになんかもうずっと生かされてたわけ、だったんで、それでずっと格闘技やってたっていうのはあるけど、うん、もう途中でやめたな。あ、ハマってなかったな、じゃあ。そう。なんかさ、こうやれやれって言われたらなかなか難しいやんか。うん、うんうん、そっか。それで言うと
じいちゃんがうなぎ好きで、うん、必ずうなぎ食べに連れてくるんよね。そうなんか土曜の日みたいな。そうそうそうじゃなくても、うん、おケンタロウ来たな、ケンタロウも喜ぶからうなぎ食べに行こうって言って、なんか初めはまあじいちゃんも喜ぶし、あじゃあ関係なしに、そうイベントごとじゃなくて、なくて、多分じいちゃんの中では、うん、あの孫がうなぎ食うとめっちゃ喜ぶって思ってると思うねん、はい、で孫はめっちゃ喜んだらじいちゃんが喜ぶと思ってるわけよ、うん、そうするとうなぎ以外の選択肢がなくなるわけよね、うんうんうん、で毎回うなぎ行ってて、いまだにうなぎは好きやけどな。あじゃあうなぎかハマ、うなぎやな、親からのハマったこと、うん、そうやな。なんかある？私はそれこそもあれじゃないですかね、芸人さんのライブ行くとかはお母さんからなので、うん、あーそっかそっか、うん、新喜劇とかも見てたのもやっぱお母さんの影響なので、うん、やっぱバラエティとかテレビは親の影響ですかね、うん、それぐらいじゃないかな。じゃあもう親はもう娘がテレビ出るのはむちゃくちゃ嬉しいわけね。もうね本当にね、この間もおばあちゃんから電話来て、なんか地方のその岡山の番組でロケ1時間させてもらったんですけど、おばあちゃんがもう半泣きで電話してきました。もうりなちゃん今いろんなことやっとんじゃなっつって、あこれ聞いて私マジで頑張れるって言って、今すごい心が温かいまま頑張れてます。親孝行になんねんな。やっぱみんなねその岡山にいるんで、うん、そうやる意味があるんだなって実感してすごい楽しいですね。そうやな、うん、じゃちょっとかっこいい姿をもっともっと見せなあかん。いやそうなんです、東京いるとやっぱすごい人いっぱいいるから、うん、自分なんてって本当にもう思いながら向いてねえなとかめっちゃなるけど、うんうん、なんか親の声とかねちょっとでも聞くと頑張れますね。そうね、うん、なんか俺も会社作った時に、はい、もう新聞にちょっとちっちゃくコラムみたいに、はい、会社ボイシーがどうのこうのみたいな記事が出たわけよ、うん、東京いるとさいろんな会社がバンバン映ってるから、うん、まあまあちょっと出たなぐらいやと思ったら地元で大騒ぎみたいな。いやいやそうだよな、ちょっと嬉しいよね、うん、それね、嬉しいですね。頑張ってちょっと活躍しましょう。はい頑張ります。はい、では皆さんメッセージありがとうございました。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、この後は本日のゲストバーバルさんの登場です。お楽しみに。AM1008 FM933 ABC ラジオ、 ABC ラジオ道に迷えばおもろい方へ。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。この番組は人生のターニングポイントでおもろい方を選んできた方々をゲストにお迎えし、その人が今いる場所にたどり着くまでのヒストリーや考えてきたことについてお聞きします。今回のゲストは前回に引き続きアーティストのバーバルさんです。お願いします。よろしくお願いします。まあ日本撮りなんですけど、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。いやでももうすね、前半の話がもう面白くて、もう途中からターニングポイントとか人生めっちゃ聞きたいなと思っていたので、ちょっと後でそれ聞くのもめっちゃ楽しみなんですけど、バーバルさんラジオとかは結構やったりするんですか？最近はそれこそツイッターでスペースってあるじゃないですか。あります。ツイッタースペースとか、あとディスコードよく使うんで、ディスコードで AMA、Ask Me Anything の略なんですけど、要はツイッタースペースみたいな感じで、うん、そこでその一部コミュニティの人たち、まあその自分の NFT コミュニティの人たちに、うん、なんかこのやるよって言ったらみんな集まってきてくれてやるとか、そういうインナーなものが多いですね。なるほどね、はい、そっかそっか。メディアに出るとかは少なくなってるんですか？そうですね、あんまお声掛けないのかもないのっていうのもあるかもしれないですけど、なんか最近登壇の方が多いかもしれないです。なんかそのブロックチェーンのカンファレンスとか、なんか最近そんなそれ多くて、うん、もう月に2本ぐらい出てた、昨日も出てたんですよ、うんうんうん、でなんか全然楽しい、なんかこういう話多分よくしてるんで、うん、なんか登壇のお話が国内外であって、6月も NFTNYC っていう、うん、なんかそのブロックチェーンのそういう、はい、まあ、ニューヨーク街中やってるようなカンファレンスでなんかイベント出たりとかしてますね、うんうん、やっぱ今流れ来てますよね。すごい熱量あるし、うん、この間も僕 IVS ってイベント出た時もすごいこう、はい、Web3 と NFT とかの世界の話もう何百人も人も来てて、はい、で今ボイシーの中でもその Web3 とか NFT のこと話してる人がすごく増えて、うん、でその特集組んだらもうむちゃくちゃ聞きに来るんですよね、はい、こんなにみんな興味持ってるんだっていうところも面白いですし、うん、はい、なんか
みんなさ、あの世界に入っていくとどんどんツイッターのアカウントの顔と、うん、あのアカウント名がどんどんねカクカクしてくるんですよね。カクカク、あの日本でまだできるかもしれない。ツイッターってオフィシャルで自分の、うん、あの所有してる NFT をアイコンにできるんですよ。そうすると丸じゃなくて六角形になるんですよね、うん、そうするとなんかそれ持ってるって、まあ、証明じゃないですけど、うん、あの NFT を自分のアイコンにできたりとか、うんうん、インスタも今後変わって自分のウォレットと接続できるんですよ。自分の持ってる NFT を、あの要は投稿できたりして、うん、で持ってないと投稿できないので、まあ、変な話これ持ってるって振りができないみたいな、うんうんうん、なんかそれをなんかあの、まあ、だから Facebook もメタも今もそっちに参入してる感じですよ、うんうん、これはなんかその今までバーバルさんが長くこういろんなムーブメントがある中あったと思うんですけど、うん、結構大きめのムーブメントだと思います。もう前からあったんですけど、うん、まあ自分が理解し始めた時に来たって思って、うん、それこそ前回の放送でもお話しさせていただいたそのメタバースとかモーションキャプチャースーツとかずっとやってきて、うん、これなんか何なんだろう、すげえ労力とお金ばっかかかるけどどうしようみたいな、うん、だけど楽しいんだけどなと思ってたのが、うん、NFT があることによって、要はそのブロックチェーンのテクノロジーで、うん、そのメタバース空間のその活動の幅とやれることが広がったっていうか、うん、あ、こういうことできんだっていうのが、うん、もう全部動いてるパーツが一気に集約した感じで来たみたいな、もう本当その瞬間超なんか上がりましたね。なんかその世界とアーティストっていうのは相性いいんですか？いや、僕はすごい相性いいと思ってて、うん、それこそあのなんかじゃあコロナ禍でライブできないって時に、うん、本当はメタバースの中でちょっと早、まだ早すぎたと思うんですよ、うん、一気になんかみんなが無理やり Web3 を体験しないといけない直面した、うん、あの2021年だったと思うんですよね、うん、なのでいい意味ですごくあの NFT とかブロックチェーンとか、まあ、イーサリアムビットコインとかいう言葉がもう一般市民権を得てきた年だと思うんですけど、これがもっとなんか慣れていくと、なんかこれからなんかまたちょっと外出れないとかなんか事情があって、例えばあのなんだろう、そのインドア派の人ももっとコミュニティ作りできたりしますし、ゲームの世界では Web2 のゲームの世界ではもうコミュニティできまくってたんですよ。フォートナイトやってる人たちってもちろん対戦してますけど、あれってコミュニティ作りじゃないですか。だから Web3 は Web3 でコミュニティ作りの仕方があって、それがなんか加速して行った感じですかね最近、うん、新しいつながりがめっちゃ増えましたよね。そうですね。でもリアルの世界のつながりちょっと減ってるかもしれないですね。でもそれがリアルの世界につなぐので、なんか NFT ホルダーの人たちが集まれって言って、その6月開催されたニューヨークの NFT NYC は、うん、もうそっか、じゃあボワードエイプヨットクラブっていう NFT 持ってる人たちはそれのフェスがあって、うん、そのフェスに行ってコミュニティ同士で盛り上がる、あずきっていう NFT 持ってる人たちはそれの、まあ、イベントに行ってみんなで共鳴、うん、次何すんだ、うわ楽しみみたいな、なんかそういったようなリアルライフイベントとを通して、なんかその今まで自分が、まあ、好きだったものをなんかその改めて確認し合うじゃないですけど、そういった場所も結構増えてきてますね。じゃあこう自分がアーティストだったら、やっぱこの流れは結構いろいろキャッチアップした方がいいっていう感じなんですか、それともいつか盛り上がってきたらそっちが助けてくれるかなって感じなんですかね。なんか音楽でもまだまだなんですけど、それこそナップスターが出現した時に、お懐かしい、音楽業界めちゃアンチだったじゃないですか、うん、でももちろんあれはまあ、ちょっと盗作みたいになっちゃうんでちょっと、まあ、そうなんですけど、で以後 Spotify みたいなのが出てきて、まあ、今ストリーミングが主流じゃないですか、うん、で要は世の中はいやダウンロードできるんだったらいいじゃんって思ってる人が多かった。それがいい、それ肯定してるわけじゃなくて、うん、もうそういうテクノロジーがあったイコール、うん、CD 売ってくっていう、もう時代じゃないんだよっていうのが、うん、もうそこに直面したんで、一生懸命コピーコントロール CD とかなんかまあちょあったりとかして、うん、ありましたね、止めてたんですけども、もう要は止められないイノベーションだったら、それをじゃあどうやってもっと生かすかっていうとこになんかみんなシフトチェンジしてたと思うんですけど、 Web3 もそうだと思うんですよ。ファッションも僕今ファッションブランドやってるんで、そこで NFT メタバース展開してるんで思うんですけど、 4、5年前、10年前はファッションを EC で売るなんて、そんな素材わかんないじゃん、フィット感わかんないじゃんって言いますけど、今10代20代の子たちって別にみんなネットで買うじゃないですか、まあ、大体わかるよねみたいなので買って慣れてる、そのネイティブ、うん、だけど
このコロナ禍で無理やり EC やらざるを得なかったファッションブランドって多くて、うん、なぜなら、まあ、そうじゃないと稼げないから、うん、だから Web2 どころかその間にこの Web3 も出現したのでもう全部ごっちゃで直面しないといけなかったんで、このなんでしょう文脈がめちゃめちゃ加速、文脈っていうかこの話自体がすごく加速して皆さんの領域に入ってきたもう時代だったの、この2年間だったのかなと思いますね。なのですごくプラスになるし、絶対にプラスになるっていうのはそのみんなが求めてるからそれを供給してあげないと、いやうちらやってないからそういうのって言ったら、でもみんなはじゃあ、まあ前回の放送でも言った僕胸騒ぎじゃないですけど、いやでもこれあるんだったら使ってなんか何かにクリエイティブだったりビジネスにつなげられないのってみんな思ってるわけじゃないですか、うん、じゃあそれをみんなで模索していけばいいのかなみたいな、まあ、僕はどっちかというとそっち派ですね。なるほどね、模索してかなあかんで松木も何かするか考えなあかんね。いやそうですね、なんか模索して今なんかこれ来たの、これ、はい、これはアンブッシュの、アンブッシュのそうですね、これあの、まあ、こんなブランドやってますっていうようなちょっとプロフィールなんですけど、おしゃれやな本当に。このページの、うん、まさにこのリアルとデジタルをマージするっていうページがあるんですけど、すいません、これ ラジオの向こうの皆さんはちょっとこれ見えないかもしれないですけど、この左側が上海タイクリーで今年オープンしたおみ、うん、実店舗なんですよ。これホームページで見たら見つけられるんですか、実店舗。これはプレゼン用資料なんで、ホームページで、はい、うん、で右側が僕たちのメタバースの中の空間なんで、実店舗を模倣して、うん、モデリングして作った、うん、スペースなんですよ。なるほど、面白い。なのでなんかリアルとデジタル行き来するみたい なんかそういったテーマで、うん、でこの僕たちのメタバース内のワークショップでは、うん、EC に飛んで、まあ、クレカ決済でも物買えますし、うん、ウォレットつないで例えばイーサリアム持ってたらイーサリアムで物買える、要は物も買えますし、うん、そのウェアラブル、アバターに着せられるウェアラブルとかも買えるみたいなことを、うん、今展開してまして、なんかそういったようなことをどんどん提案してるスペースですね。へえ、すごいな。ちょっと本当になんか社会変わってしまうんだな感はね、ひしひしと感じるね。あとデジタルネイティブの人たちってそれこそ Web3 とファッションをつなぐっていうのが一つミッションで僕掲げてて、うん、Web3 デジタルネイティブの人たちって決してそのファッション好きだけど、じゃあそのファッションのなんかその根幹にあるものってもちろん分かんないじゃないですか、別にファッション業界の人じゃないから、うん、ファッション業界の人たちはそうだねデジタルだよねとか言いながら絶対分かってないんですよ。でもそれはしょうがないというか当たり前で、じゃあどうやったらいい折衷案というか、なんか理解に理解を得られるのかっていうのをちょっとやっぱどん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 追求していくとやっぱり面白くて、ファッションじゃあこれから5年後って Z 世代の人たちの持つラグジュアリーって意味って、僕の40代の人のラグジュアリーと全然意味違うんですよ。僕の時代のラグジュアリーはじゃあブランド名毛皮、まあ、今毛皮とかあれ合うとかもしれないですけど、レザーとかなんかそのじゃあジュエリーとかかもしれないですけど、今の若い子たちは NFT 持ってるのとポルシェ乗ってるのと同類ぐらいのものもあるわけじゃないですか。だからデジタルアセットっていうのは所有できるし、希少性高かったら価値上がるし、あとはそれをやっぱり投機目的にみんな買うので、うん、なんかその全部ビジネスとそのクリエイティブの感覚が混ざってるプロダクトが提案されるわけじゃないですか、うん、なので近年だとスニーカーとかがストック X とかで売られて、あれはスニーカー欲しい人が買うんじゃなくて、スニーカーを買ってそこからマージン取れて高騰したら売る、うんうん、いや俺は履きたいんだ、私は持ってたいって人は別にそれを送ってもらうけど、そのままマーケットに置いといてその株価みたいに変動を楽しむ人もいるってことは、やっぱその今の Web3 で NFT 売ってる人たちとまあちょっと多分同類っていうか感覚が一緒で、面白いですね、はい、時代の変化がもうその一般昔の人からしたらだんだん考えられなくなるかもしれないけど、その片鱗は多分どっかにいろいろもともとあって、うん、月の土地の一部を買って、うん、俺月持ってるぜって言ってる人もいて、はい、でもそれを後で売るわけですよね。でも月に行ったことなんて一度もないしとか、そういう
ものですよね。で海外に土地買ったっていう人だってマンション買っても一度も住まずにそこで売る人だっていた時に、うん、それを自慢してたのがほとんどリアルのものだったのが、うん、ネット上でこのデザインのこの商品俺しか買えないから買ってイエイっていうのと、うん、あんまりさして変わらないってことですよね。そうですね。要は希少性があるかどうか、うん、それが証明できるかってことなんで、うん、いやこれ世界に1個しかないんだよってなんかじゃあ分かんないですけど、そのそれをなんかどう証明するのか。でもブロックチェーンだったらもう刻まれるので実際にそれの類似品がじゃあ100個あったらまあどっか出てきてしまうわけじゃないですか。だからそこがすごくそのブロックチェーンテクノロジーの面白いところで価値を確認できる、うん、あとはそのセカンダリーマーケットで要はセコハンで物なんか中古で売られちゃうと、うん、じゃあ僕ブランドやってて誰かが僕たちのものを売ると別にその転売されたものって何も戻ってこないじゃないですか、うん、まあ、例えば1万円で売ったものがあれ20万で売ってましたよって言ったらうわすげえなんかアンブッシュ最高とか言ってくれる人たちがいてそれはいいんですけど、ブロックチェーンだと例えば NFT 売ってセカンダリーマーケットとかあるじゃないですか。そこで売られるとロイヤリティ戻ってくるんですよね、その大元に。だからそうなると前はウェルカムじゃなかったその中古販売とかが、まあ、声を大にして言わないかもしれないですけどむしろどうぞみたいな、トレーディングボリュームが多ければ多いほど自分にも戻ってくるから最高みたいな。だからもう概念がもう変わっちゃうっていうか、今までのだからさっきのラグジュアリーとかビジネスの観点がすごい変わってるのかなと思います。そうね、その一番そういう話をアーティストの人がしてること自体もまためちゃめちゃ面白いですよね。すいません、はい、最近こんな話ばっかりしてて、昔出てる時とかどんな話してたんですか。いやなんか僕はこういう話昔から好きだったんですけどあんま求められないっていうか、うん、なんだろう、ラッパーだから、うん、まあ、じゃあなんでしょう、どういう音楽聴いてるんですか、まあ、別にそれも好きなんで話したりとか、うん、そうですねしてましたけど、最近もうこの2年間こういう、まあ、話題が騒然だったじゃないですか、うん、Web3 自体だから、そういうのであ僕も実はこういうプロジェクトやってて言ったらえ好きなのみたいな、うん、そこからなんかその、まあ、ルイは友を呼ぶじゃないですけど、いろんな人たちにちょっと、まあ、そのこと聞かれて話していくうちに、まあ、さっきの話じゃないですけど、そのカンファレンスで登壇とかしてて、なんかちょっと僕も一応アーティストなんだけどなって思いながらなんかこういう話ばっかりしてるって感じです。そうですね、はい、面白いな。さてですね、ここからですね、うん、バーバルさんの人生の岐路、ターニングポイントについて伺っていきたいと思います。そうね、うん、なんかこの僕の中ではもうアーティストもやってはるし、はい、こうちょっと実はねウィキとかを見たら、うん、まあ、知ってる人もねいると思うんですけど、こう元々はサラリーマンだったりとか、なんか牧師さんなりたいとか思ってたりとかもしてるとか、でどういう価値観でこうここまで来てんだろうなと思う中で、はい、このバーバルさんっていう生命体をになりたい人も多分いたりとか、参考にしたい人もたくさんいると思うんですよね。どうやったらこのバーバラさんが生まれるんですか。どことどこにこう人生のターニングポイントがあったんですか。やっぱり僕は幼少時代はスケートボードに出会ったことと音楽ヒップホップにやっぱ出会った時が一番もう人生観変わったっていうか、まずはそのブレイクダンスしてる子たちを僕小学校5年生の時にアメリカに連れてってもらったんですけど、うん、お母さんに、その時に街歩くじゃないですか、はい、それボストンだったんですけど、うん、みんなめちゃめちゃそのブレイクダンスしてて、うん、何このカクカクしたダンスみたいな、うん、まあ、それしか、まあ、この用語ボキャブラリーがないんで、うん、でみんなそのなんかすごいツルツル歩いてるみたいなムーンウォークしてたりとか、でランディ MC がちょうど出てた時なんですよ、うん、それでもうそれをラジカセ持ってる人とかいて、今だとまあそのもうベタベタで、まあ、ヒップホップの鬼 B ボーイでしょとか言われてる、当時そういうのないじゃないですか、だからなんでラジカセ持って爆音で歩いてんだこの人たちはみたいな肩にラジカセ抱えてね、お母さん何あれみたいな、もうそういうとこ時にかっけーみたいな、で同い年の子たちがおもちゃの話とかしながら、なんかその分かんないですけど流行りの今流行ってるアニメの話しながら、ブレイクダンスランディ MC お前知ってるかとか、かっこいいこと言ってるじゃないですか、でお前はじゃあ何してんだって言われた時に、当時
ビックリマンステッカーめちゃ集めてたんで、うん、俺は日本からこれを持ってきてこれ流行ってんだすかっけーみたいな、その時にあの文化交流があってっじゃあ俺のトランスフォーマーあげるからそのスーパーゼウスくれっつってみたいな、なんかそういうトレーディングが行われてて、まあ、なんでまずヒップホップの文化交流っていうのが一番僕覚えてる限り一番最初 あのターニングポイント でその後スケートボードしながら、うん、やっぱ自分もやっぱその音楽やろうってなって行って、うん、まあ、デビューとかがやっぱりそうですね、うん、一番 その、まあ、人生においてのターニングポイントかもしれないですね。じゃあそのちっちゃい頃からそのかっけーとか新しいみたいなもの自体が好きな子だったんですか？でもそれ何のレファレンスもないで突然ブレイクダンスしてる人たち見てうおーみたいな、まあ、衝撃もしかしてショックファクター高いものが自分はかっこいいって思う人なのかなって思います。なるほどね、はい、そこでショック受けて、でもその時は何になりたかったんですか？ちっちゃい頃その時が漫画家だったんですか？ちょっとずっとやっぱ漫画家になりたくて、なんかその絵心あったりとか特撮が好きだったんですよ、うん、なんで小学校の頃はだからよくあるじゃないですか、 なんかそのなんとか戦隊とかギャバンとか当時なんかその、あのロボットとかそういうのが好きで、どうやってこんなセット作ってんだろうみたいな、なんで N ゲージってあの電車のなんかあのおもちゃがあるんですけど、なんかジオラマ作ったりとかガンプラ作ったりとかそういうの好きで、あとホラー映画大好きだったんですよ。ゾンビ映画とか見てこの怪獣どうやって作るんだろうみたいな、でそういうファンゴリアっていうめちゃめちゃそのホラー映画のなんかそのなんか雑誌あったんですけど、アメリカの、うん、あれ見ながらその怪物のマスクの作り方みたいな見ながら自分も東急ハンズ行ってそういうの買ってきて作ろうとしたりとか、それ特撮とか大好きだったんですよ、うん、そういうの好きだったんですね、はい、からのヒップホップでもうガラッともうそっち行ってだいぶ違う、はい、それヒップホップやろうっていうのはどこのタイミングだったんですか？その小学生の時にヒップホップ出会って、中学高校でスケボーで、うん、でスケボーしながらまあ、ヒップホップ聞いて、うん、僕だったら恋リリック書くんだけどなみたいな、うん、要はあの当時ってすごくそのアフリカ系アメリカ人の人たちがなんかその時代背景に沿ったそのまあ政治に対してその世論に対してメッセージ性強いラップが多かったじゃないですか、うんうん、でも僕の文脈で言うと日本で生まれ育ってる僕はこうだ、こういうのなんかこういう風にした方がいいとか、うん、俺はモテモテだとかあんま根拠のないような話いっぱい織り交ぜたようなリリックインフンでやっていくと楽しくて書いてたんですよ、うんうん、そしたら M フローのタクが、うん、僕小学校5年生からの仲なんですけど、うん、お前なんかラップ書いてんだろうとか一緒にちょっとなんか今度のパーティーでちょっとやろうよって言われて、うん、あやらやらいいよいいよみたいな、うん、本当これで俺のラップ披露できるみたいな、もう嬉しかったですね、面白い、そうですね、で多分 DJ してたんです昔から、うん、ドラム叩きながら DJ してたりとかいろんなことしてたんですけど、うん、でパーティーでなんかやるっていうんで、そう僕なんかちょっともう何も分かんないでいきなり、うん、とりあえずでリハーサルするとかそういう概念もなく、うん、パーティーやるからお前ラップしろみたいな、マジで、いきなりやったの、うん、覚えてますね。すごい。それデビュー戦ですね。じゃあデビュー戦で、ただ僕その時はもうずっと自分のシミュレーションしてかっこいいラッパーはこうだみたいな自分の中で勝手にずっと思い描いてたんで、うん、それを一生懸命多分あの学校の食堂でパーティーだったんですけどやってたんだと思います、はい、それは受けたんですか、その時？いやなんかちょっと後半でもう客がいなくてちょっと若干ポッツリンコだったんですけどちょっとで当時って別に90年代とかの90年代初頭だったんであんまそういうの関係ねえみたいな時代だったじゃないですか、うん、熱い思いを誰が言おうがみたいな、なんならその後それ高校時代なんですけど、うん、大学行く前に夏休みの時とかちょっと僕もう一人のラッパーの当時の高校の友達と一緒にちょっとなんかグループ組んでいろんな、まあ、当時ディスコとかクラブとか入れたんで行ってラップさせてくださいってそのお店の店長さんに頼んで勝手になんか飛び込み何も分かんないんでやらせてもらってたんですよ。でそういう時とか渋谷にあった J トリップバーってなんかクラブディスコみたいなのがあったんですけど、その時
ネクタイしてもうネクタイこうやってもうヨレヨレになってもう完全にベロベロになってるサラリーマンみたいな人が超変なブレなんか変なダンスブレイクダンス風な踊りしながら一人でフロア行ってるところに僕とその相方で一緒にメラップして何も伝わってないみたいなのも結構ありましたし、そんな時代があったんですね、はい、その時のモチベーションは何だったんですか。いや俺のラップに酔いしれろなのか分かんないですけど俺のリリックどうだみたいなって誰にも伝わってない感じでずっと、でもそれでもなんかやれてる自分がそのなんか練習できてるじゃないですけど、なんかそれがちょっと面白くてなんかやってたらその店長さんとか申し訳ないなみたいな気持ちなんか3000円とかくれて、これなんか牛丼でも食って帰れよってありがとうございますみたいな、でそこ何回も行ってなんかちょっと今日もいいっすかみたいななんかやってたみたいな、はい、へー面白い。その時にプロになろうと思ってたんですか。なりたかったんですよ。で当時、それはタクトの一緒にやってたあの M フローの前身になるバンドで、ハウスエナジーってフジテレビにフジテレビの番組あったんですけど、そこになんかデモテープ送ったら受かって、で番組でもなんかその、まあ、優勝っていうか、最後まで勝ち抜いたんですよ。また当時フォーライフレコードからレビューのオファーがあって、すごい。で僕はめちゃめちゃうわすげえみたいなで、もう盛り上がってたんですけど、やっぱタクも僕も多分親がやっぱき、まあ、厳しいで、まあ、特に僕の親かな、いやそんな91、2年とかなんで、ラップで食べていくとかアホかみたいな、もう親ブロックがあったんですね。いやもう でも今はラッパーって夢があるじゃないですか、当時はいやいやラッ、いやだって91年誰いますラッパーでデビューしてた人わかんないですよね。でじゃないですか、だからまあもしかしてスチャダラパーさんとか もちろんちゃんすごい人たちいましたけど、一般論で言うとラッパーで食ってくって概念ないじゃないですか、だからもうでダメでしょみたいな、あなたはもう大学行きなさいみたいなので、まあそっかって言って一回ちょっと一回断念して大学行くんですよね。そっか、じゃあ大学行った時はまあ多分就職するのかなと思いつつ、はい、もう言ったら部活を頑張ったみたいな感じの感覚だったんですかね。プロになりたいけど、はい、そっから先がないし、そっか、じゃあふつふつといつかはやりたい、趣味としてやってる。でも大学1年になった時も僕一回諦めるって言っても、そういう身なりとかあんまそうなんか、まあ、そっちじゃない感じでもう勉強に励もうみたいな感じで行ったんですけど、やっぱ気づいたら自分で小遣いで買えるぐらいの安いなんかもうターンテーブルのセットとかあったんですよ。もう鬼安なスタントンっていうのあったんですけど、そういうの買ってアナログたまに買ってきてちょっと家で練習してたりして、このトラックでラップするんだったら俺こういうのやるみたいな勝手にシミュレーションしてて、でまあ大学卒業した後一瞬仕事してたんですけど、そんな冬休みの時に休みでちょっと東京戻った時にそのタクと会ったら、まあ俺実はこういうリミックス出すんだけどこれラップ乗っけてくんないって久しぶりにちょっとやろうよって言って、その彼が出す作品のリミックスにラップ乗っけたのがきっかけで、まあ、M フローが始まるっていう。何それかっこいいな。すごいな。でもタクさんとの出会いはすごい大事ですね。そう、もう小学校からなんで、そうですね、そこはもう、はい、ポイントでなんかベンチマークがには絶対タクがいるみたいなありましたね、はい、うわ面白い。それ出したら、その出してうまくいったから M フローになったって感じなんですか。そのタクさんはずっとバーバラさんとやりたかったんですかね、はい、いやそれはなかったと思うんですけど、まあないとないって変な意味じゃなくて、なんでしょう、なんかそのタクはそのなんだ自分はずっとその大学行ってても音楽やりたいって思って戻ってきて、やっぱりそのなんかデビューに向けてそのリミックスの仕事とか受けてて、で僕はちょっと全然そういう気がなくて、ただラップ乗っけてこの楽曲うまくいったらアナログ500枚出せんだぜって言われたんで、うわマジでみたいな、500枚って別に大したことないですけど、当時の自分たちからしてみたら、じゃあこれでベンツでも買うでしょみたいな、よく分かんない、500枚でベンツ、そういうなんかよく分かってない人たちの発想で、まあ、夢見ながらちょっと出したら、それが まあすごくいい反響で、でそこからじゃあその当時のプロダクションの社長が、じゃあもっと曲出してみればいいじゃんみたいな、もっと作ってみてよっていうことになって、タクと一緒に曲作っていくうちに、なんかじゃあボーカルが必要だね、じゃあ高校の先輩のリサ呼ぼうって、リサって先輩だったんですよ高校、で歌入れてもらったらこれめっちゃいいじゃんみたいな、でそれが M フローっていうグループにしてちょっと出してみようってことで
うん、あの決まっていくって感じですね。そっか。かっこいい。どんどんなんかそういくんですね。しかも高校とか同じエリアのメンバーでずっと行けちゃうってでもすごいですよね。なんかあんまり昔そういう音楽に触れてなくて、多分そのラップとか、うんうん、そういうのに触れたのが多分 M フローさんが一番初めだったと思うんですよね。はい、カムアゲインかな、あれかな、2001年ですね、カムアゲイン、うん、はい、めちゃくちゃ売れて、はい、うん、もうめっちゃ聞いてた。うーん、うん、なんかあ音楽ってこういうのもあっていいんだとかいうのをすごい感じましたね。うん、そっか、じゃあ結構ターニングポイントでそこで音楽の方に入っていって、はい、そこはもうその時って売れたいとかなんですか、もうやっぱり相変わらず自分のいいこうもの乗せたい、ラップ乗せたいっていう感じでずっといけるんですか。いや、さっきの500枚でベンツってあのって言ってましたけど、うん、僕実はその後すぐじゃあアメリカ戻っちゃうんですよ。うん、なんでかというとなんかあんまり現実味がないなって思ってたのと、あと大学院行き始めてたんで、いやこれちょっと単位取んないとみたいなので戻っちゃって、うん、であのただ戻るといや日本でちょっとバズってるよみたいな、いやいやいやみたいな、であんまちょっと、あの思ってなくて、アルバム2枚目出して、それこそあのちょっとご紹介いただいたその2枚目のアルバムが80万枚以上売れた時に、うんうん、いやバーバルそろそろ日本にいて活動に集中してくれよみたいな感じになって、はいはい、じゃあそうですねみたいな、ちょっとそろそろじゃあ音楽にも集中していきたい、まあ、好きだしみたいな、だから売れて何かできるっていう、なんかそのお金がっていう概念よりは、なんかそのまあ学費なんか学費払えたとか、なんかそのなんか親になんかその仕送りできたとか、なんかその妹も大学卒業とか間近だったんで、じゃ妹の学費も払ってあげようみたいな、なんかそどっちかというとそれでラッキーぐらいな気持ちだったっていうか、で印税入ってちょっと自分の分残ったら、じゃあラッパーは何する、やっぱジュエリーでしょみたいな感じで、ジュエリーショップ行くぐらいな、そんな感じで、あんま僕そんな贅沢とかしなかったですね。はい、面白いな、じゃあもうそれでしっかり食ってくぞとか思わず、なんかこうその時に求められたものを出していって、来たもので次のことを考えてっていう感じなんですね。あと当時付き合ってたその今の奥さんが、うん、まあそのなんかニューヨーク行こうかどうしようかってことだったんで、うん、じゃあ日本来たらいいじゃん、ちょっと日本で結構音楽活動忙しくなってるからって話をしたら、うん、いやそのまあさっき奥さん直球だって話したと思うんですけど、うん、日本に行って結婚するの待つの嫌だって言われて、いやじゃあなんかグラフィックデザイナーで、まあ、デザイナーなんで、はい、じゃあデザインの仕事を探してやってこうよ、なんかやっていけばなんか一緒になんかできるんじゃないって言ったら、いやそんな仕事探すの簡単じゃないからってことだったんで、じゃあまあその当時ちょっと印税も入ってたんで、じゃああの起業してなんかビザとか取って、そのまあデザインチームみたいな、うん、あの作ろうよみたいな、それでなんか一緒にやってて僕営業するからって言ったら、うん、じゃあそれだったらやろうって言って、うん、それがあの以後このアンブッシュのになるんですけど、すごい、そうなの、はい、すごいな、ご伏線回収しすぎやろ、いやもう当時多分ちょっと半分ハッタリだったんですけど、うん、ちょっとこれでもっとちょっとデザインを生かしてみて、うん、それは本当だったんですけど、うん、ブランドになるとか全く予想もしてなかったっていうか、へえすごい、じゃあバーブルさんが今作ってきてるものって結構身内でガーって作ってこられたものが多いんですね、うん、そうですね、はい、うん、なんかあんまりそのなんかうん、なんならタク小学校5年生からずっと同級生ですから、ね、優秀な人にもう事前に会いすぎでしょいやそうですね、タクは一番最寄りの天才ですね、最寄りの天才、うん、最寄りの天才ってちょっと日本語間違ってるかもしれないですけど奥さんも結構最寄りの天才なわけですよね、そうまあそうかもしれないですね、なんだそんなことある、ねえ、そうなんかもうそれ出会いに恵まれてますね、そういう意味で、うん、はい、でもこうあの出会いで言うといろんなミュージシャンとコラボをするじゃないですか、はい、あれはこうどんどんバーバルさんから英語かけてくるんですか、それとも話が来てなんですか、あ M フローの時ですか、はい、とかこうバーバルさんがなんかこう曲の他のミュージシャンと一緒にやるじゃないですか、はい、あの今だから言えるんですけど、うん、M フローラブズっていうのは、うん、まああのまあ、今だからっていうかリサがセカンドアルバム取り終わってリリースした後脱退しちゃうんですよ、うんうん、でえこんなに今上り調子の時に抜けんのみたいな、ボーカルいないと、ボーカルいない M フローってガンズ&ローゼスのアクセル・ローズいないバンジャンみたいなあの花がないみたいな、うん、じゃあ花を
添えるためにボーカルの人入れて、あと曲メロディーとかやっぱつけたいじゃないですか、うん、なんで当時ネプチューンズとかがいろんな人たちフィーチャリングしてどんどんチャートアクション起こしてたんで、フィーチャリングどんどんやっていきましょう、うん、当時提案したら、まあそのメーカーのリアクションはそれだとあなたたちオムニバスアルバムになっちゃうよって言われて、うん、そっか、いやそれでもいいと思うんですみたいな、ちょっととりあえずずっとプッシュして、でそれで出す作品出す作品、まあ、一応数字も取れたんで、それでなんかだんだんその M フローラブズフィーチャリングってそういうことなんだみたいな、ちょっとあの定着してった感じです。うん、すごい、もうその場その場で何か手段見つけてやりきっちゃってる。なんとかする力がすごい。そうですね。はい。なんかもうちょっと何もうまくいかなくて22年間下積みでこの一つで当たってとかいう人のミュージシャンの話とかよく聞くんですけど、はい、なんかね、売れて海外行ってて戻ってこいって言われたから戻って買い物したみたいな、なんか。いやあのなんか本当そこでいう意味では恵まれてるっていうか、ただなんかアイディアがあって、なんか もう実際に例えばじゃあフィーチャリングでうまくいってる事例ってじゃあ日本ではないけど、アメリカではこんないろいろやってる人たちいるんで、じゃあその同じケーススタディを日本でも転用できないのかなっていう、まあなんかもしかして根拠が海外ではあって日本ではないかもしれないですけど、じゃあ日本だったらできるんじゃないとか、まあ、ちょっとすごい単純な発想なんですけど、うん、そういうのをなんか生かしてきた感じですかね。すごいな、なんかそういう一個ずつチャンスを持ってきて形にするっていう才能があるんだろうね。なんかほとばしってるね、うん、才能が。いやいやいや、なんかもう思いつきで、それこういろんな人とコラボするじゃないですか、うん、この人とやってやばかったなとか、うん、これこの人とやって人生変わったなとかあります？あのやっぱりあのエピソードいっぱいあるんですよ。すごい和田アキ子さんもいたり安室奈美恵さんいたりとか、うん、あのいっぱいあるんですけど、やっぱりあのミスユーって曲出した時は、うん、まだ無名のメロディーと、うん、あの山本良平くんってなんかまあ無名じゃないですけど、そんなまだ駆け出しみたいなアーティストと一緒にやった曲がめちゃヒットしたんですよ、うん、あとヨシカっていう、うん、アーティストとレッドゴーって曲作ったんですけど、ヨシカは当時タワーレコード行って R&B コーナーに行ってインディーの R&B シンガーでみたいなので聞いてめちゃかっこいいじゃんみたいな、でいきなりなんか飛び入りでなんかあのオファーしたら、ええマジっすか、なんかどっから聞いたんですかぐらいなリアクションされたんですけど、うん、でそこで発見したアーティストと一緒に作った曲がなんか一番僕たちのシングルセールスで一番だったとか、なんかそういうのってやっぱり、うん、なんか思い入れ深いっていうか、なんかその曲力でやっぱ引っ張れたっていうのはすごい、やっぱなんかそこには何かエビデンスがあるなってすごい思うんですよね。うーん、面白い、ね、いい人生してるね。みんな羨ましいと思うよこれ。この後はですね、道に迷った時の選択をお聞きしたいと思います。もうちょっとどん聞きすぎて聞きすぎて終わんないっていうね。ねえ、足りないですね時間が。すごいな。ABC ラジオ、 ABC ラジオ、緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。それでは最後にですね、バーバルさんに道に迷った時はどういう選択をしてきたのか、ぜひそのフリップにその言葉をお書きください。なんだろうな、すごいな、迷ってるのかね。でも選択肢が分かれた時とかにね、うん、でも確かにその大学行ってみたりとか、うん、大学院までそう、ね、アメリカ行ってみたりとかするし、うん、サラリーマンもするけども今に至ってる、うん、で名前も書く、はい、はい、はい、あ、じゃあこのまま見せる、はい、お願いします。じゃあお願いします。道に迷えばインスピレーションのままに。うーん、直感、直感、まあ最終的には直感っていうか、うん、なんかもちろん日々勉強してその上での直感っていうのが正しいかもしれないですけど、うん、やっぱりなんかやっぱ自分で蓄積していろんなものを学んだ後にやっぱこれだと思ったら
それが正しいんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからそういった時はなんかあんまりその固く考えないで、もうこれだったら苦しい時でも頑張れるって思えるところに行った方が絶対いいと思うんですよね。うん、なんかこの方がエリートコースだっつってもう絶対もう死んじゃうと思うんですよ。なんか絶対嫌になっちゃうっていうか、うん、この方が楽しいとか熱いなとか思える方がなんかやっていけるような気がします。なるほどな。インスピレーションって育つんですか、それとも変わっていくとか成長するとかどうだと思います？ずっと一緒ですか？インスピレーションはそうですね、なんかもう特にやっぱ変わってくっていうか、まあ、じゃあ僕の場合音楽とかファッションっていうのが ありますけど、うん、やっぱりそのさっきのテックがあると、あ、そんな見方があったんだとか、うん、やっぱりその、まあ、美的感覚とか好きなものって大体あんまある一定の時にインプリントされたものってずっと残ると思うんですけど、やっぱそれが新たな形で生かされたものを見ると、うわやっぱ好きだったものってこういう形でまた表現できるんだとかいうのが何回も戻ってくるので、うん、やっぱそれはインスピレーション続くポイントになりますね。いやそうなんだな、インスピレーションのままにこうやって生きてってこういろんなこと経験できるのって超いいね。うん、幸せやな。いや本当にいやめっちゃ勉強になった。改めましてバーバルさんが道に迷った時の選択は道に迷えばインスピレーションのままにでした。残念ながらですね、ここでバーバルさんとお別れとなってしまうんですけれども、ぜひ最後に何かお知らせありましたらお願いします。はい、今日ちょっと何度かお話にも前回も上がったと思うんですけど、自分たちがやってるこの、まあ、あのメタバース空間での展開、秋口にもう一回オープンするので、うん、ぜひチェックしてみもらいたいと思います。っていうのが僕たちのメタバース空間で常に解説してるんじゃなくて、なんかじゃあ埼玉スーパーアリーナとか、じゃあクラブってなんかイベントある時しかオープンしてないじゃないですか。だから僕たちも何かイベントある時、それこそ過去にコーチャラのライブストリーミングしたりとか、新しい NFT のプロジェクトローンチしたり、新しいプロダクトのローンチがあるから来てくださいとか、そういう時だけ解説するんですけど、また近々オープンするので、ぜひちょっと僕の、インスタとかツイッターとかチェックしていただけたらと思います。ぜひ。もう次は行こう、ね、なんならいつかこういう仮想空間でボイシーとかもあっていいんじゃないですか、やりたいっすね、すごい、うん、公開収録いや、いやもうもろそうメタバースです、そういうことです、そういうことです、うん、はい、かっこいいそれ見た目変えれるからさ、うん、それもねまた違う顔とかキャラクターでできますもん、うん、だからそのままこれ映してなんか見るっていう、僕結構放映型でやってるんですけ ど、ね、でもそれで集まる人たちはアバターで集まって見に来てくれるとか、うん、はい、確かに確かにすごいやろう やります、うん、やりましょう。おはい、2週にわたってねバーバルさんお付き合いしていただきましたが、はい、いかがでしたか？いやもうめちゃくちゃ楽しくて、ずっとディレクターの方がもうちょっとカットカットっていうのを遮りながらずっと喋ってきたっていう、はい、僕もその空気がいろんなところが来てるのを全然気にせずもうやってます。いや楽しかったですね。楽しかったね。ゲストはアーティストのバーバルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、迷える後輩ちゃんのお悩み相談など募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか、番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク abc1008.com 道アットマーク abc1008.com 道はアルファベットで小文字 michi です。ツイッターでもどんどん拡散してください。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなく、ボイシーや YouTube、ポッドキャストでもお聞きいただけます。
さまざまなゲストの方とのトーク、ぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。 AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。それではここでこの番組を応援してくれている個人スポンサーの紹介をします。この番組には個人からのサポートを受ける個人スポンサーという仕組みがあります。1万円3万円10万円のコースがあって、金額によってお名前がホームページに掲載されたり、番組内でお名前を読み上げたりしています。番組のホームページからお申し込みいただけますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では紹介させていただきます。ぜひ。この番組の個人スポンサーはプロポーズプロデューサー山中純一さん、山中さん、和光組高橋貴博さん、高橋さん、天野健二さん、天野さん、 NFT 系うどん店大将山下義隆さん、山下さん、ローズマインドなキャリコンゆきさん、ゆきさん、以上の皆様です。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組では引き続き個人スポンサーを募集しています。道に迷えばおもろい方へを応援してくださる方は、ぜひぜひサポートをお願いします。詳しくは番組ホームページからご確認ください。よろしくお願いします。 AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。はい、パバルさん2週目、うん、終わっちゃいましたね。ね、いやでも本当思い切ってお誘いしてよかったなと思った、うん、なんかすごいやっぱ尾形さんとのこの会話のこうテンポがもう早すぎて、うん、かなりこう尾形さんのなんか波長ともすごい合ってる、ね、うん、話しやすいし、うん、やっぱそれもすごい合わせてくれてると思うし、なんかこうやっぱ結構こうブランディングされたバーバルさんっていう存在を見て、そこにちょっとこうオファーをかけてる部分もあったから、ちょっと恐る恐るだったんよ。やっぱりあんま失礼ないといけないなと思ってるし、はい、タイトルとかさ、おもろい方へとか、はいどうぞとか言ってさ、言ってええんかなとか思うやん。日本にまず いたんですね。だから海外でもずっとおられる方と思ってた、そんなイメージもあるね、うん、だからなんかそんな中ですごく気さくに話してくれるし、なんかこうその時その時でこういろんなことにハマってはるんやと思うね、うん、で今はその Web3 とかその NFT の世界が大好きなんやと思うねんけど、うん、そのすごいキラ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 した顔で喋ってるじゃない、ね、かっこよかったな、ね、毎日楽しいんやろうな大変でしょうねもう時間足りないぐらいやることが多いから、うん、あとその周りの人に恵まれてるとはなかなか見たことないかもしれない。今もグループ組んで日本代表するのような人にその、うん、そのね、すごいちっちゃい頃から出会ってたりとか、そうですね、もうあのドンってまっすぐな奥さんと出会ってブランド作ってそれ形になってるわけじゃない、うん、そんなに周りに天才いっぱいおらんで。いやそうですよね、なんか日本の方が下積み時代をすごい語ったりするじゃないですか、うん、もうなんかここまでねすごい成功されてるともう面白いですよね、うん、面白いね、うん、なんかそこにでもこう話してる中で、まあ、いい人と出会うのはなんでなのかなとか、そういう感覚はすごい、あ、こういう人が合うんだな、いい人にとかいうのもちょっと思った気がするね。やっぱお金を手にしてもう調子乗るんじゃなくて、その周りの家族のために奨学金払ったりとか、うん、ね、そういう話を聞いたから、やっぱもう本当に集まるもうべき人というかね、うん、なんかそれでいうとこの番組やってよかったなと思うのが、うん、こうやっぱりさ、なんかうまくいくためにはこのルートじゃないといけないんじゃないかとか、はい、もう出だしに恵まれてないじゃダメなんじゃないかとか、いろいろこう考えてしまうけど、なんかこう気の持ちようでちゃんとこう面白い人生になるんだなっていうのを ね、うん、ね、改めて思ったね。いやすごい楽しかったです、うんうん、次回も誰が決まるのかちょっと楽しみにしてます。そうですね。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。お送りしたのは尾形健太郎とアシスタントの松木里奈でした。